はい。ということで、6週目も始まりました。まずね、1食目の紹介なんですけども、普段はオートミールを食べてるんですけども、今日はキムチを食べたいなということで、白米とキムチ、そしてプロテイン。2食目ですね。豚ヒレ肉とキムチ、そしてご飯ということですね。ご飯は1合あります。 豚ヒレ肉は塩胡椒でほうれん草とエリンギと共に炒めた内容になります。休みの日はですね、あまり食べることに力を使いたくないというか、食べんのめんどくさいなーということでカロリーを取るためにスターバックスのチャイティーラテ無脂棒ミルクにてベンティーサイズを飲んでいます。なんか食べんのがめんどくさいと思った原料は今回初めてですね。そして晩ご飯はですね、カレーそばにしました。この後にしっかりとまたご飯 100g と共に 増水にしていただいておりますこの日はカロリーが相当少ないと思いますねまあ、しっかりとカロリー自体は今後も取れるようには頑張ってはいきますオートミールからスタートですもうねオートミールが安定してきましたねそして本日はですね撮影ということもあったのでお昼はですねもう塩ラーメン鶏もも肉がしっかりと乗った塩ラーメンにホタテを追加して食べてますもうタンパク質しっかりと取れたラーメンになったんじゃないかなというふうに思います 火曜日終わりました。えっ、ー、と、月曜日なんですけども、休みやったんで、まあ、ちょっとトレーニングに行くっていうのも含めてたんですけど、トレーニングを朝ごはん食べてから行って、その後昼ごはん食べたり、ね、完食を食べるタイミングを見失いまして、まあ、胸肉をさばいたり色々してると、まあ、時間が経っていったんで、えっ、ー、と、スタバのチャイティーラテを無脂肪にして、ベンティーで飲んでカロリーを追加して、まあ、晩ごはんはしっかりと食べたっていう感じにしています。 今日はですね、本社の方で、コアラ、コアラさんと、コラボの撮影ということで、一日中撮影をしていたんで、食事が全然取れてなかったんですよね。朝ごはんにオートミール食べてから行って、で、向こうでお昼に、鶏塩ラーメンを食べて、夜ご飯の前に、プロテインを飲んでるんですよね。ライブの乾杯で。で、最後に、さっきご飯食べたんですけど、ちょっとさ写真を撮るの忘れてしまって。普通にスーパーで30%オフで、シール貼られて売ってたんで、カロリー足りなかったんで、海鮮丼、 アジのお寿司4巻、田舎巻き1本。合計でカロリーが1 0 0 0キロカロリーいくかいかないかぐらいですかね。多分そんぐらいなはずです。まあ夜にも詰め込んでしまったっていう感じです。糖質結構多めにはなったんですけど、カロリーがちょっと定かではないので、大体で伝えています。まあ体の 感じでいくとですね。まあ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 、だいぶ絞れても来てるなというふうには感じます。で、痛かった肋骨あたりの痛み、腹斜筋の肉離れっぽい痛みっていうのがだいぶマシになって、今日愛犬を散歩してたんですけど、走っても大丈夫やったんで、もうだいぶ回復したなというふうに思うんで、しっかりとここから高重量を持ちつつ、トレーニングにもしっかりと力を入れて頑張っていきたいと思います。 そういや、最近、朝の調子が悪いんですよね、めっちゃ。なんか、なんか、あー、すっきりせえへんなーっていうか。なんか、そんな感じで、どうにかなんか解決できへんかなーと思って、まあ、食物繊維とかも試してみようかな。まあ、オートミール食べてたら大体いつも調子良くなってたんですけど、逆に今、調子があんまりよろしくない状態ではあるんで、まあ、いつもオートミール、プラスお昼、ベースの、 炭水化物がさつまいもなんですけど今回さつまいもじゃなくて白米にしてるからこそ何かが足りないんじゃないかなっていう風にに思うんでちょっといろいろ試してみようと思うんですけど、まあ、今回はですねちょっと新たなサプリメントも挑戦していこうかなと思ってるんで次の日の動画から新たなサプリメントを取りつつ実験していこうかなっていう風に思ってます、まあ、実際それがね僕に合うか合わないかは全然分かんないんですけど新たなサプリメントを追加していきたいと思います 続いての食事ですね。オートミールからスタートです。安定ですね、オートミール。そして、豚ヒレを使った玉ねぎなどを一緒に炒めた炒め物、塩コショウのみです。そして、煮込みそばを食べました。これは何で味付けしてるのかっていうと、塩ちゃんこ鍋の素を使って味付けしています。めちゃめちゃカロリー低い鍋の素なんで、もうカロリーには含んでいないんですけども、お蕎麦の後に出汁もしっかりと残ったので、またうどんを入れて食べています。 続いてはですね、朝食をオートミール用意したんですけども、持ってくるのを忘れてしまいまして、ファミリーマートで買ったサバのご飯がね、あったんで、ちょっとそれを頼んでます。で、その後にですね、ビーレジェンド YouTube ライブを毎週行っているので、そのライブのために激うまチョコ風味のプロテインを飲んでおります。昼食はおにぎり2つ、そしてこの2食丼というものを食べています。2食丼 ?2 食弁当ですかね。で、さらに完食として、まあ家に帰る前に焼き鮭。 のおにぎりと激うまチョコそしてセブンイレブンに売っている生チョコパンケーキというものがねあるんですけどもそれを食べておりますこれはカロリー範囲内で食べているので全然問題なしですそして晩御飯ですねこの鍋の素を使ってうどんを作りました最後そばに切り替えるのではなく白米を入れて食べております本日も終わりましたもうね夜の今2時なんですけどトレーニング頑張りましたというよりもね まあ今日はですね朝家出て朝ごはんのオートミールそして昼ごはんのカレーを家に忘れたと作ったのにもう絶望を感じながらねまあでもやっぱ株式会社リアルスタイルはですねプロテインの会社ですね B レジェンドのプロテインの会社のおかげでですねタンパク質をプロテインで補うというこんなにも安心できることはなかったですねタンパク質不足はまあないわっていう安心できる環境にちょっと感謝をした一日でしたでねまあそのご飯も終わり そして、トレーニングをしたんですけど、ちょっとゴートレをして、まあ、僕合わせて3人でやったんですけど、2人がでかすぎて、僕は1人だけ、ちっちゃい、自分ちっちゃいと思いながらちょっと頑張ってね、やったんですけど、なぜか僕のメニューでやるということになりましてですね、まあ,あの、でかい人に褒められるのは嬉しいですね。はい、ちょっと頑張ろうかなというふうに、本気で思ったんで、しっかりと絞り切ってもなお、褒めてもらえる体であることを願って、 頑張って絞っていきたいと思います。まぁ、あ、なんか減量の調子とか見ていると、体重が落ちないって言ってたんですけど、今は最近夜で78とかなんで、多分朝の体重とかで77とかその辺なんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあいい調子ではあるんじゃないかなとは思ってます。今週の、えっ、ー、と、ビフォーアフターに関してはですね、取れなかったんで、ちょっと2週間後のビフォーアフターになります。だからちょっとだけ、 変化がわかるんじゃないですかね。ちゃんと2週間あれば変わってるとは思うんで、ぜひ楽しみにしていてください。安定のオートミールからです。これは昨日作って忘れてしまったオートミールですね。そして2食目なんですけども、ちょっとなんか醤油ベースのチャーハン食べたいなと思ったんで、豚ヒレを使って醤油ベースのチャーハン、プラスその上にキムチを乗せて、ラーメン屋さんとかでね、出てきそうなちょっと焼き飯を作りました。美味しかったやっぱキムチってうまいな 続いてですね、小原さんコラボの大阪の喫茶店のプロテイン、そしてリアファイバー、マルチビタミンミネラル、これらを飲みました。それに加えてトレーニング前にちょっと生チョコパンケーキ、これ1枚でカロリーが記載されているカロリーだったんで、あ、やばい、オーバーしちゃうと思って昨日残ったものをトレーニング前に炭水化物として食べました。割と、 優秀な内容でしたね。だから意外とね、皆さん、ダイエット中にスイーツ食べたらダメと思うかもしんないんですけど、割と1個ぐらいでら全然大丈夫なんで気にせず食べてもいいんじゃないかなと僕は思っています。続いて最後はですね、また煮込みカレーうどんということで、こちらを食べました。うまいね、やっぱカレーうどんは。まあその後またライスを入れております。で続いてですね、またオートミールスタート。これはブルーベリーを入れ始めましたね。で、2食目はですね、こちらマグロの刺身丼ということで、ユッケ風に味をつけました。 それではですね、ちょっとトレーニング、久しぶりのトレーニングの解説ですね。本日は背中のトレーニングということで、大阪のまたアウンズジムにてトレーニングをしております。入り方がちょっと癖強いと思いますが、背中をガンガンと狙っていきたいと思います。で、肩甲骨の動きとか背中の筋肉の動き方を見てもらったらわかると思うんですけども、しっかりと後背筋をアプローチするようなイメージでラットプルダウンをしております。で、大円筋までしっかりと伸ばすような意識もしつつ、後背筋下部まで入るように、 動かしているんですけどもやははり大変でですねラットブルダウンは難しいでもやっぱり背中の動きを見てもらったら分かるようにしっかりと効いてるのが目に見てわかるんじゃないかなと思いますやっぱり無反動でやりきるのは難しいですね はい、続いてですね、ラットプルダウンの一応ラットプルダウンのマシーンなんですけども、斜め上前から引いてくるようなラットプルダウンのイメージです。で、このトレーニングの僕がやってる理由としてはですね、バックポーズ、フィジークの種目においてバックポーズの時にですね、背中に力を入れないといけないんですけども、広がりを意識しながら厚みを出すような意識をするっていうイメージをするためには、この種目動きめっちゃ似てるんですよ。 でこの種目で背中を広げた上でしっかりと厚みっていう部分をアピールできるようにするために取り入れてる種目にはなります。で、後背筋下部あたりを狙っているのではなくてですね、僧帽筋中部あたりにできれば入ってほしいなっていう気持ちでやっております。まあ、しっかりと全部稼働してるんですけどね。 で、続いてやっているのがこちら T バーローですね。T バーローになるんですかね。ローイングのマシーンなんですけども、この胸のパッドに当てることで僕はやっぱり今トレーニングができるっていうのもあって、しっかりとこれを肩甲骨を寄せるようなイメージで行っております。これはもう本当に意識としてはベントオーバーローをやるときの意識と同じようなイメージでやっているので、まあ厚みを意識したようなトレーニングになります。まあ厚みを意識した、広がりを意識したっていうこの言い方も、 どうかなというふうには思うんですけども、イメージはちょっと広がりっていうよりかは厚みを意識したようなトレーニングの種目にはなっております。で、僕はですね、結構この種目はドロップを行うことが多くてですね、まぁ、あ、一回重いので上げてから、その後しっかりと軽いので、ガン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 と筋肉にさらに負荷をかけていくっていうようなイメージです。で、この背中のトレーニングに関してはですね、 まず、高重量でしっかりと乗せてあげるときは、もうあんまり効いてる効いてへんっていうのは無視してやってます。とにかく引こう。とにかく引こう。で、落としたこの時に、しっかりと使うことによって、ターゲットの筋肉の疲労感を感じて、あ、高重量も効いてたなっていつも確認しています。はい、続いてですね、こちら、ワンハンドローイングですね。こちらをね、僕はやったんですけどもね、映像にこうやって残っているじゃないですか。 僕、これで腹斜筋をね、肉離れしてしまいましてですね。おそらくこの時やったかな。プリンって筋肉が動いたんですよ。お腹の周りの。だからこれ、あかんわと思ったんが多分これでした。あれどこやったかなここの日じゃないかもしれないですけど、僕はこのワンハンドローで一回肉離れをしています。腹斜筋の肉離れなんかあんま聞いたことないですけどね。めちゃくちゃ、でもワンハンドローはいいですよね。いいんですけど、やっぱ無理すると。 すぐにね、怪我をする種目でもあるので、皆さん無理はしないようにだけお願いしたいですね。あとは腹圧をかけすぎてしまうと肉離れをするっていうね、僕はこんなに腹射筋で肉離れすんねやって、初めて知りましたね。あんま聞かないんですよね。 だからやっぱりそこはちょっと皆さんも頑張って意識してもらえたらなっていうふうには思っております。まあ、ワンハンドローはやっぱりすごくいい種目だなっていうふうに思うので、フォームとかがやっぱり難しいっていうのと、僕は上に手ついてるんですけど、下に手をついた方がまた負荷が強くなるっていうのもあるので、ぜひ皆さん、重量を上げるのもそうですけど、軽い重量で、 負荷が強いフォームでやった時にしっかりと背中を使ってヒゲるかっていうのもちょっと試してみてほしいなっていうふうには思います。続いてやるのはですね、d y ローというマシンに近い動きになります。このマシーンはどういう名前が付いてるのかよくわかんないですけども、ハンマーストリングスのマシンであれば d y ローというマシンになります。もうここはですね、僕はもうとにかくしっかりと肩甲骨を寄せる背中、 後背筋ですね。僧帽筋も後背筋も関与させるイメージで、まあメインは僧帽筋の中部あたり、ちょっと上部にも入っていいかなっていう感じで、肩甲骨を内転させて引いております。やっぱしっかりとね、背中が見ていただいたらわかると思うんですけど、動いてると思うんですよね。この動画で見るとやっぱり、あ、いいねとって思うんですけども、しっかりと肩甲骨を動かすっていう意識をするのは割と難しかったりもするので、皆さんちょっと練習していただきたいなっていうふうには思います。 はい、続いてやるのはプルオーバーですね。ちょっとアングル的にすごい背中の動きが見にくいアングルにはなってるんですけども、もう僕は最後の最後にプルオーバーをいつも持ってくるようにしております。まあその理由としては、プルオーバーをすることによって背中全体 具体的に意識をすることができるんですね。筋肉の背面の筋肉すべてにアプローチをするイメージでちょっとプルオーバーをしているのもあるので、まあその日どれだけトレーニングを効かされたか効かせれてなかったかっていうのはこのプルオーバーで大体いつもわかるんですよ。なんか甘い時はプルオーバーめっちゃ簡単にできるんですけど、ほんまに効いたなっていう時はプルオーバーがめちゃくちゃしんどいんですよね。プルオーバーっていうのをね、最後の 種目に入れてまたそういった背中がどんだけ効いたかなっていうのを意識してもらうといいんじゃないかなっていう風に思います二流選手いや三流選手からのアドバイスになりますがぜひ皆さん意識してみてくださいということで鍋の素を使って煮込みうどんを作っておりますこの後にまたご飯を食べております美味しいねご飯は 一食目はオートミール。そして僕がね、ドハマりしてるワンピースのウェハース。二つですね。これ一枚78キロカロリーとかなんで、これ2枚食べて、オートミールを食べてっていう感じにしております。で、二食目はですね、大好きスキヤの大盛りのそぼろ丼。こちらを食べております。またまたカロリーをね、かさますために、チャイティーラテ、ベンティー、脂棒ミルクにて楽しみました。で、夜ご飯はまたまた煮込みうどんですね。鍋の素を使った煮込みうどんを食べて、ご飯を入れて食べております。一週間終わりましたね。 体自体はですね、体重がなんと7 7キロに落ちていました。イエーイということで、徐々に徐々にやっぱりあの絞れてないなと思いつついたんですけど、パワーは全く落ちず、しっかりと絞れてきているということで、まあ、ここからまたどう変わっていくのかっていうのも楽しみにしながら減量を楽しめたらなと思ってます。今のところまだチートデイはないですね。なんか予定で焼肉食べに行くとかあったりするんですけど、あれはチートデイに入らないぐらいの量しか食べてないんで、まだチートデイを行ってはいない。 いう感じですね最近はですねあのー、ワンピースのシールが欲しくてですねウエハースを買っておりまして食事にウエハースが追加されてってるんですけどカロリー範囲内でちょっとウエハースは食べてますできる限りでねやめたいんですけどシールが欲しいんでねウエハースを僕の代わりに食べてくれる人がいたらいいんですけど、まあ、とりあえずはもうちょっとシールを集めるためにちょっとウエハースがこれからちょっとちょこちょこね僕のご飯に登場してくるんですけど写真に入ってなかったりするんですけどまあカロリーにはちゃんと含んどこうかなというふうに思っております 次の週どう変わっていくのかお楽しみに。